はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、おかえり沼地のマシンオくんということで、このカードがですね、ずっと制限カードでですね、ティアラメンツというデッキが大暴れしていた関係でこうずっと制限カードになっていましたんですけども、これなんと制限解除されまして3枚使ってもいいですよという状態になりましたんで、今回はこのカードをぶち込んだティアラメンツデッキをぶん回していこうというふうに思ってます。久しぶりだねこれ使うのね、これめちゃくちゃ久しぶりなんだけど、沼地のマシンオっていうモンスターがやっぱね、まあ、基本的には結構強いんですよ。ティアラメンツで使うと。これ何が強いかっていうと、まあ、そもそも沼地のマシンオをぶん投げて、サーチできる融合。これによって、ティアラメンツは誘発を貫通していく能力がちょっと上がるんですね。例えば、まあ、レイノハートとか、キトカロスに、無限抱擁とか、まあ、そういうカード、まあ、エフェクトベーラーとか、当てられた時に、まあ、それを融合素材にして、普通にそのカレードハートとか、で、ルルガロスとかマキトガラス自身を融合していく可能性が、融合していける可能性があるというところで、キトガロスへのアクセス手段でもあり、かつこいつが墓地にいることによって、これがキトガロスにもなれたり、あとそれから流神グラファーになれたりするんで、テラメンツの展開の中でグラファーが出たりとか、まあ、ルルガロスが簡単に出たりとか、まあ、カルハトが簡単に出たりとかするっていう。で、しかもこいつが密族であるっていう。点ですね。これで融合素材が確保できるというところで、まあ、結構ね、ティアラメンツとは相性がいいです。非常にね。で、あと、後手まくりとしても、そのガーディアンキマイラが出しやすくなるんで、融合サーチして、フィールドで誘発受けたキトカロスとかを巻き込んで、ガーディアンキマイラ出したらマジで犯罪みたいな動きできるじゃないですか。なんか、ドローしながら、5枚墓地壊すみたいなね、まあ。そういう動きもできますので、まあ、こいつの、まあ、性能も結構高いから、このカードが、まあ、強く使えるっていう意味でも、まあ、結構強いかなというところですね。で、そのガーディアキバラ出すときは本当手札のモンスターなんでもいいから基本的に融合素材はだから結構強いというところと、これただ弱点が、沼地のマシン用の弱点があって、やっぱね、そのティアラメンツネームが減ってるんですよ。絶対数が、レイドハート3とシェイレーン2とハウフニス1とティアラメンツクシャトリラ1、これしかないんですよ今ティアラメンツカードってメイルが禁止になってたりとかするんでね。だからそもそもね、ティアラメンツネームがないからね、融合できないっていう、ティアラメンツ自体を。これとかさ、ティアラメンツモンスター要求するしさ、ここもティアラメンツキトカロス要求するし、ここもレイノハートプラス民族2体要求するからさ、そもそもさ、なんかさ、あんま出ないっていうことがありまして、で今回はそれを解決するべくちょっとね、なんか融合者になれるモンスターをいっぱい増やしました初動と、今回そのマーレをガン詰めします。はい、レイノハートみたいな動きできるし、あとこいつが水族なんで、まあ、一応キトカロスとかその誘発受けたレイノハートと一緒に出したりできるからね、融合 でこういう動きが一応できるからと思って、素材になれるマーレプラス初動になれるマーレを増やしましたっていうのと、あとマシーオ3枚は重いんですよ正直ちょっとかぶってもそんなに強くないし、まあ 1体来てればまあいいし、まあ、2枚やっても1枚融合でサーチしてもう1枚使えればいいから、まあ、まあ、2枚までぐらいやったら全然いいけど、3枚とか来たらうざいじゃん。だからまあ一応、2枚に抑えまして、まあ、あとはいつも通りのティアラメンツギミックって感じですね。はい、他にはということは特に、ね、構築上結構いろいろあって、ティアラメンツって今回結構純正チックで組んでるんですけども、純正寄せで、ティアラメンツ純正寄せで、最近だと結構このハリムシの巣窟とかトランザクションロールバック入れて分回す方もあるし、あと財宝入れてライトロードドミニオンキュリオス出す方とかもいろいろあるんですよ。まあちょっとその辺の細かいね、なんかいろんなデッキのレシピはね、なんかメタクズさんっていうなんか本当、ティアラメンツのプロみたいな人がいるんですけど、その人の動画見れば多分完璧にわかると思うんで、そっち見ていただければと思うんですけども、今回はちょっと、純正に寄せた、まあ、純構築寄りのティアラメンツを分回していきたいと思います。これちなみにデュエルスラップで僕結構使ってたんですけども、これね普通に強いね、全然何デュエルスラップセカンドステージとかでもやっていけるレベルのパワーを感じたね結構。純正でも強かったから、まあ、あと俺ともっと工夫したら強くなるかもしれないけど、ビーステッド減ってるっていうのももしかしたらあるかもしれないけどね。はい、というわけで早速、分回していきましょう。久しぶりにこのロイヤルキットガラス出していくぞ、デュエルスタンバイ。いや、ティアラメンツデッキマジでおもろすぎるわこのデッキさ。久しぶりに使うと本当に面白いねやっぱりパワーが高くてね、なんかね、やってることマジで強いなってなるからね。まあちょっとビーステッドがめっちゃきついんだけど、
普通に強いなっていうね気がしますね。楽園ですかね。なるほど、何もねえな俺、ま、手数はちょっと出るけど何もねえのきつくねこれ。なんもね、ペンリルもねえし、あれペンリルじゃねえ、ティアラメンツネームもねえし、パライゾスで何もティアラメンツクシャトリラ持ってきたところでティアラメンツ出せんけど、ビーステッド飛んでくるしいや無理かちょっと無理かな。一応見るか、マグナムートね、いいでしょう。マグナムーティング、リベリオンで、何か回収されるの確定かで、楽園融合、まあ、うららないなっていうことが多分相手分かったからまあまあ打つかみたいな感じなんだろうな。はい、ちなみにうららも握ってません、すいません、甘えて甘えた手札です、すいません、何もありません、増人もないしうららもありません、すいません。ちなみに落ちたら弱いんで、誘発はほんと G とうららしか入ってません、まあ、G は通ったら強いっていうのと、うららは G を弾くからですね。はい、まあ、それ以外の誘発は入ってません、まあ、一応はからも入ってますけど、はい、あとはもう手数でゴリ押ししていきたいというふうに思ってます。なんか沼地とか入ってると意外とね、ガーディアン決まりだから入って、なんかワンドローとかツードローかしながら展開していけるみたいなこともあるんで、はい、まあ、そういうね、なんか強引な回し方でなんか初動を引いたり相手のガードを荒らしたり、いうことをしていきたいです。高校ではルベリオン、はい、アルビオンじゃねえんだこれ、ルベリオンいんのに、ルベリオンいんのにアルビオンじゃないことある、ミラジェイド、なるほど。っていうかさ、まあでも先打っちゃったから微妙か、なんかさ、ビーステッドプラスあれやろこれ、楽園融合やろ、多分これリンドブルムの方が強くね。まあでもウララチェックしたかったみたいなのがあるのかな、相手スプリガンズキットいんだ、なるほど。これ何サーチするの、手札なくなるけど、それ手札めっちゃ減るけど大丈夫、輝ける王の楽園、あ強いね、あなるほど、拮抗勝負ケアかこれ。ね、アルバス系融合モンスター以外の全部の表側のカード無効にするっていう効果なんですけど、輝ける王の楽園ってターンしろしろでね、これ拮抗勝負とかケアできるんですよね。これはね、まあまあ強いっていうか、まあ、かなり強いというか、まあ、死ぬほどきついというかレベリオン、はい、何を組んだこれ、副楽園か、獣か、あ獣か、なるほど。いやー強えな、エンドフェイズサーチビーステッド確定か、いやきついんだよティアラメンツは本当に、ビーステッドがこれ手数ちょっと出なそうな気がするな、さすがにきつそうな気がします。とりあえず楽園ムーブは、まあ、一応楽園の獣をかけろの楽園ミラジェイドの1枚除外が確定かな。ちょっととりあえずパライゾス発動投入、パライゾスなんなら獣使ってほしい、そんなわけないか、そんなわけないかそんなわけないか、さすがにな、輝けろって全部だよね、表側のカードの効果全部無効にする、あーだからワンチャンこう獣使ってほしいんだけど、なんかワンチャン使ってほしい、あーやった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 、来た来た来た、これは来た、これは来たぞ、パライゾス破壊させたのでけえ、かなりかなりでけえ、獣使わせた、獣使わせた、フェンリル着地サーチしたい、あーミラージェイド、なるほどなるほど、まあ、バースすべきないもんな今、結構1枚しかないから、これでミラージェイド使わせた、あと輝ける王の楽園だけやろ、輝ける王の楽園だけだな、あとな、で、フェンリル除外される、まあちょっとここ行くしかないよね、でマーレ召喚効果、マーレ召喚効果通りますか、おおよし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 、なんかめっちゃ使ってくれた、マジかよ、キトカロス止めるなら普通、ティアラメンツあまりにもあれかな、触ったことなさすぎて知らないのかな、これどうしよっかな、グリーフから行くか、これちょっと待って、でも B セットいいんでしょ、相手手札に、手札に B セットいいんでしょ、これ、まあ、魂のさグリーフでさ、あれじゃない、これどうせ除外されて何もできないんだからさ、これティアクション落とすしかねえだろ、ティアクション落としで、ティアクション落としてこのティアクションの2枚持ち壊しでハーフニスとシェーレンどっちも落としちゃうね、ちょっと奇跡を拾おう奇跡を拾おう、頑張れ、あハーフハーフとスクリーン落ちた、いやでも除外されんだよな、いやハーフニスが除外されるのきつすぎる、なんで、あれなんか通ったんだけど、
え、どういうこと？え、手札の効果って無効にしないよね。ちょ、わからん、どういうことや。ちょ、マーレの効果、あ、じゃあ、マーレ、巻き込んで融合するけども、で、キトカロス、え、ちょ、待って、これ何？え、なんでさ、ビーストって使わないのこれ。マグナムートルサーチだ、何？え？アルビオン？なんで？なんでアルビオン？嘘、なんかアルビオン回収してたけど相手。まるでわけがわからんぞ。どういうことや？メトロンジでいいか？いや、サリグのというか。ちょ、待ってくれ、なんかわけわかんないこと来てる。なんかわかんないけど、なんか相手の謎展開によって助けられてる気がするぞ、これ。これはいけるかもしれん。こっからの融合は全部取ると言ったところだな、つまり。なるほど。これは、手形何でしたっけ？デストルド。これシェイか。シェイだな。シェイ持ってくる。で、キトカロス効果起動、キトカロス対象、で、ティアクシャ蘇生。で、これで8枚壊せるだろ？で、あと1枚、一応当たりがシェイレーンしかないんだけど、落ちねえから、でも8枚肥やして3枚壊すから、一応、11枚ぐらい超えるんだよね、こっから。あー、ケルド落ちちゃう、でかい。あ、ハーフニスじゃない。今落ちてほしいのはハーフニスではない。シェイレーンの効果起動。特殊召喚。3枚壊してデストルドを送る。あー、微妙だなー。マジかー。いやー、でも一応シンクロはできるか。蘇生3、10。10かならできるね。10かならできる。まあ、デストルドとりあえず効果使ってライフ半分満して、デストルド出す。で、バロネスかライトニングマスターか照英かだな。カオスストロージャーあんのか。うわ、むずい。これどうしよう。これ照英くせえな。これミラジェイドさ、多分さ、ブップ効果これ使うんじゃないって分かんねえけど、使うわけないかな。ちなみにさ、このミラジェイドのさ、ぶっぱ効果使ってくれるとクソありがてえんだけど、どうなんでしょうかね、相手。なんかこれ割とね、照英めっちゃ強くてさ、このハッカーナとのコンボめっちゃ強いんですよね。ちょっと今打ちましょう、もう。バトルしたいんで。ハッカーナの指名者効果、まあ、このターンのアドバンテージ稼がれるのが楽にアルビオンなんで、アルビオン除外します。これ次のターンのアルビオンまで無効ね。で、照英ちゃんの効果起動します。フィールドが、あ、60秒しかないよ。ミラジェイドでいいか。ミラジェイド。ミラジェイドと楽園融合じゃね？さすがに。これどうせさ、なんかさ、断罪とかで返されんだよね。楽園融合。なんか墓地あると。これ楽園融合除外しといたらさ、もう結構回収じゃないと思うんだよね。で、こうして、で、ミラジェイドの効果使うかいなかで泣いて。あ、使う！え？使うんだ。やばい。なんかお相手しティアラメンツ対戦したことないのか知らんけど、なんかすごい俺の思い通りに進んでる。やばい、奇跡起きてる。これがデュエルスカップか。なんかすごい思い通りに。照英の効果もちろん使うよ。破壊耐性、ちょっと、あ、やばい、時間がないから急がないとな。どれだこれ。これか。除外する。はい。で、シェイレン効果起動。シェイレンのが効果で破壊された場合融合できるぞ。これカレードだよ。こことここ、まあさすがにね、ちょっとサリークセットされてるときはさすがにカレードが一番強い。いけカレード。で、特殊召喚成功で着物戻せ。おら、強え。盤面さ、盤面オス落ちきた。盤面オス落ちきた。神ゲー。これは強い、さすがに。いや、これだいぶきついんじゃない相手。一応ラックイン開幕とかをなんかセットするみたいな動きできるか。あのあれか、輝けるのがいいか。セットすると戻しちゃっていいんじゃん。ヘルドを効果使うか。ヘルド効果使って、輝けるの楽園と、楽園開幕と、いや、まあ、とりあえずね、こっちがいいわ。ルベリオンと、いや、アルバスさん、アルバス、ここ3枚を戻せばいい。これでアドバンテージない、相手の墓地リソース。大体手札2枚ね。相手手札2枚で1個黒ゴリオアルビオンだな。黒ゴリオアルビオン使う。なるほど。
で、まあ多分断罪かなんか落として楽園開幕持ってくるけど、楽園開幕打ったところで多分楽園融合もないから回収できないと思うんだよ、そんな簡単には。楽園開幕で何出すんだろう、ですクエ、あれかな、クエムとかかな、まあ、クエムの効果はねサディークで無効にしちゃえばいいんであんま関係なくて、はい。で手札1枚でしょ、はい。あ、手札、ドロー入るのか、アルビオンで1枚ドロー入ります。いやでもワンチャンあるか、もう開幕だよね、そうだね、開幕発動で手札1枚切ります。あ、で断罪ね、オッケー。で断罪コストで切って、特殊召喚されんのが、まあ、誰か、まあ、クエムかアルベルかで、ここ向こうでしょ、ここ向こうで、サリーク効果もちろん効果使う、アルベル対象に取る、もちろんこれを永続効果で無効にし、カレイドを墓地送る、でカレイド効果、効果で墓地送られたんで特殊召喚されてデッキからなんかカード送る、カレイディングハーツで、カレイド効果シェイ送る、でシェイ効果カレイド効果で、アルベル戻す、これ強くね、これマジで、これあと手札1枚でしょ。いやこれ相手だいぶきついと思うけどな。で2枚バウンスしてキトカロス出して、でキトちゃん効果、これは勝ったろさすがによし、なんかすごい思い通りに進んだな、これがデュエルストラップか、ぬるゲーだな、沼っぴ沼っていきた、沼っていぬまっていのマシンをティアラメンツのせいで収穫され、しれっと帰ってきたと言われている沼っていのマシンをね、これっす、あディアブレスターが沼地のマシンをくん、なんでさあ規制されてたんだろう、キトカロス生きてるのに規制する人あんのこれわかんないけど、なんかこれ規制する人本当あったのかっていう、まあでもあったか、さすがにあれか、生きてたら生きてたで悪さしてるか、ハウフニスとシェイレーンとメイルーが死ぬほど生きていた頃は多分やばかっただろうな。今もうなんかさ、何ハウフニスとシェイレーンでさ3枚しかないわけですよ、融合するカードが。まあちょっと同時打ちます、なんですけどこれね、だからね、通る通った、よっしゃー、 G 通っていく。まあこれ在庫スネークアイに G 通のマジでいけえな、これマジでいけ、どうすんだこれ、止まるしかないんじゃない相手、盤面作ってくるのかな、まあ、ちょっと手札増えればこの敵すげえ強いんで手数出るから、んー、まあ多分なんとかなるかなって気がしますけどね。で、ジャガ神殿スネークアイ、はい、でフランベルジョーク、なるほど、これはあれなんだよね、融合回数がかなり減ってるんで、あベルトやなこんだ、なるほど、楽園融合入ってるのかな、これかなりね、有効回数減ってるんで、沼地のマシン用からも、ティアラメンツネームも減ってるから、意外と貫通できない。結構。うん。割とね、今回ね、水族いっぱい入れてましたから、マーレとかめっちゃ入ってます。なんでかっていうと、キトカロスを融合で出したいからです。キトカロスってティアラメンツプラス、ティアラメンツ名称プラス水族なんで、水族がないといけないんですよね。レイドハートとか繊維族なんで、ちょっとね、無理なんですよ。デスフェニカ、なるほど。デスフェニダリーナ。ドロー。トリビカルマ、なるほど、これどっから行くか問題だよな。まあ、とりあえず一体増援っていうか J は一応墓穴できるから大丈夫で、増援くんの効果使いましてレイロを持ってきます。まあ沼ティ沼ティやろうな。これデスフェニ、ちなみにティアラメンツ相手だと意外と大丈夫ですね。効果で破壊されると意外といろいろ起きるからね。で、ヌマティで融合持ってきます。ね、これむずいな。ちょっと一回これオロフクでシェイレイ持ってくるか。さ、オロフク効果発動して、まあ、これサリーク落としシェイレイ持ってくるなんじゃねえかな。ちょっとトリビカルマ本当は。落としたかったんですけど、トリビカルマ引いちゃったんで、まあ、こうするしかないですね。トリビカルマ落としてペルレイノからシェイレ持ってくるのが一番強いんですけど、サリークちょっと使っちゃうからね、これでね。まあちょっと後で、なんかハートビーツかなんか落として回収しましょう、トラップカードは。こうして、で、
一旦スクリーム貼ります。さあ行きましょう、行きますよ。シェイレーンチャンスシェイレーンチャンス、これコストティアラベンツでイノハートでいいか、これどこでさデスフェに打ってくるか問題だよね。レイノハートから行くのもあるのこれ一応、まあ、でもシェイレーンだろさすがに。シェイレーン、超換金は使わない方が多分いい。でレイの送る、あーなるほど、チェーン1レイのハートっていいか、レイのハートこうコストあるもんな、レイのハートはレイのハート切れる。レイのハートウララケアはこれ逆順かスクリーム、まあでもウララはウララで打たせてえな、できればジャガン神殿 OK、 ジャガン神殿 OK です。ジャガン神殿で、あ、フランベルジュ、なるほど、フランベルジュを前に出す了承。フランベルジュの蘇生先ねえな、相手魔法トラップゾーンにポプロス置いちゃってっから、これだからフランベルジュ蘇生、フランベルジュ破壊しても墓地を送っても大丈夫なのこれね今のところ。あ、でもデスフェニーで破壊されるパターンとか、あーなるほど、デスフェニー効果、なるほどね、デスフェニー効果、あ、ポプルス破壊してるってことかなこれ、はい、あ、ポップルスじゃねえんだ、なるほど、スクリーム破壊ね、了解。3枚墓地壊しは嫌だぞ。でレイのハート効果特殊召喚されて、でこれでもうデスフェニーの効果も使ってしまった相手、お相手しってことは俺の展開ダラ通りするってことでいいか、レイのハートスクリーム、もうこれ売らないから別にどうでもよくて、でこれトラップカード回収できます。まあメタノイズでいいかな。で、レイのハートで墓地送るカードはまあハウフニスか、でハウフニス効果、あの癖なんだろうな、あの癖なんだろうな、マジでわかんないな、墓穴じゃねえんだよな多分な、墓穴ってあるっていうから無限法要とかの可能性あるか、いや打ってそう気がするけどレイノハートに、いやでもキトカラス出てきたら打とうなパターンあるなこれ、結構これこうじゃね、無限法要読み、無限法要読み、暗号界の流神王グラファー、これが沼地のマシンを入ってるメリットよ、俺はグラファーだって言えるから沼地くんが俺の名前はグラファーって言うからね。で融合しまーす。さあこっからあっ圧倒的最強ガーディアンキバラ出てくるぞ。これしかも強い、シェイレーン巻き込める、なんか強いんだ、あ強すぎる、やばいこと来た、で一気にガーディアンキバラ融合召喚融合召喚成功時効果、一応こっちから行く、まあこれまあ占いからどうでもいいんだけどね。さあこれで、ちなみに、融合が墓地あるんで対象に取れません、ガーディアンキバラ君、あと無限法要、あれ対象に取れないんだな、しかもトリビカルマ遅れちゃうんだなこれ、融合グラファーちゃんの効果によってこの手札捨てると通常トラップカードの効果無効になります、無限保有合ってました、ね、そしてこうするとなんとコスト強すぎ問題について、キトカロス出すか、こことここでキトちゃん出して、はいつえガーディアンキャイラつえ、沼地のマシンを来すぎ、沼地のマシンをが来すぎ問題について、墓地ないもんねこれレベル1のモンスター、これ雑魚くらい相手、これ絶対ここあれだろ、あのポップレスコストにしたらよかったろ、あのコストっていうか破壊したらよかったろ、キトカロス効果発動してるよ、何ですかこれは、あ黙れっていうか黙れつえやべえ、いや素晴らしいね、やっぱこのデッキは素晴らしい、こんだけね手数が出るのが本当に素晴らしい。さあデスフェニックスがの効果無効になっていく、でキトカロス君の効果によってクライムかなんか構えたらいいだろう、もうもはや、はいこれですわ、これでバトルですわ、もうトルビカルマもうサーチとしてないですわ、バトルフェイスですわ、はい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 、おつえ、はい、対戦ありがとうございました。
やばいわ今ね、ティアラメンツが熱い。なあ悪くはない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 、手数で結構。これはねワンチャンある、ワンチャンあります。名推理やばい。何これ、デッキ枚数何枚ですか。36、40枚。名推理なんだ、ドレミコードか、わからん。レベル1って言うとか、コンキスタ、エルドレッジですね。あ、やばいですやばい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 って、それは。あ、スキドル落ちた。え、ライトロードピースオール、やばいやばい、カードが落ちてる。ああ、アドバンテージ稼ぎすぎでしょ。まずいって、もうトランザクションロールバックからの闇のデッキが闇ですもん。知らぬ言い方にも落ちてるって、やりすぎだって。おい、ふざけんじゃん、ボチリソース稼ぎすぎいかれてるって、これいかれてんだって、これこれやりすぎなんだって。ちょガチでやばいこと来た、さすがにやばい。これはトランザクションロールバックで発動するカードを選びたい放題すぎない無理すぎる、やばい。もう知らぬ語り打たれたら終わるんだけど、俺知らぬ語り打たれたらおしまいまである。え、闇の出来上がりです。誰俺のワンホーカードくっそ。テラメンツは意外と効果破壊には強いと言われているが、意外と普通の魔法カードだった。やばすぎる。これでもなんかトラップとか言ってくんねえかな、なんか闇のデッキ破壊ウイルスで魔法トラップとか言ってくれたらワンチャンあるか。これモンスター効果取ってギリ。いやーでもそれでもさすがに山やかし語りだよな多分。まあ一応ちょっと見ますか。なんかシェイレーンで奇跡が起きるかもさっきからね、シェイレーンで奇跡が起きる可能性があるので、まあ、一応相手の展開ちょっと見守ることにしましょうか。三冠ですだからねっていうこと。五伏せ姫姫バリ姫バリ姫、マジでボイドとかいうカス来たな。トランザクションロールバック、対象ははい誰が勝てんねん、希少すぎるやろこのデッキ。ちょ、じゃあ1個言いたいのは、名推理とかいうゴミカスカードを禁止してほしい。